群馬県第3区は、中選挙区時代の日本の衆議院議員選挙の選挙区である。1947年に再び中選挙区制が導入され、1925年当時の区域をほぼ踏襲した上で、群馬県第1区を分区したため、群馬県は3選挙区となり、群馬県第三区は、高崎市、群馬郡田野郡北関羅郡薄い郡あずが、 選挙区域、定数は4となった。その後市町村合併により1993年の第40回衆議院議員総選挙における選挙区は高崎市、渋川市、藤岡市、富,岡市,富岡市、安中市、群馬郡北群馬郡田野郡神羅郡薄井郡あずまであった。現在は群馬4区と群馬5区に分かれている。なお、 中選挙区時代の選出議員に、福田武雄、福田康夫,夫氏、中曽根康弘、小渕康平、小渕恵三夫氏、山口鶴尾らがいる。内閣総理大臣経験者が4人選出された、選挙区は他にはない。また、山口鶴尾も日本社会党初期長を務めるなど、野党の重鎮として活躍した。 小渕慶三が当選した1963年の第30回衆議院議員総選挙以降は、群馬県第3区の議席は結果としては、福田、中曽根、小渕、山口の指定席となっていた。ことに、福田と中曽根の争いは、熾烈を極め常習戦争と呼ばれた。中曽根が、 現職の総理大臣の際に行われた第37回及び第38回では共に福田が中曽根を抑えトップ当選を果たした。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数56万112人。 投票率 71.、71.23%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、54万215人、投票率 81.、81.07%第38回衆議院議員、総選挙7月6日、執行当日有権者数、52万1018人、投票率、 80.55%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数、50万9988人。投票率 77.、77.53%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数、49万2195人。投票率 83.、83.94%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、49万68人、投票率 83.、83.25%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数、47万8434人、投票率 86.、86.27%第33回衆議院議員、 総選挙12月10日執行当日有権者数45万2648人投票率85.85% 85第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数43万1597人投票率84.60%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数402442人投票率85.06%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数386,966人投票率84.01%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数373,050人投票率84.82%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数366,570人投票率88.25%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数、35万6340人、投票率 88.、88.97%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、35万9578人、投票率 89.、89.79%。第25回衆議院議員、総選挙10月1日執行当日有権者数。 36万1850人、投票率 89.、89.32%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、34万6218人、投票率 81.、81.75%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、35万8402人、 投票率71.86%ありがとうございます。